そう、ラプちゃんとね、会ったの。ラプちゃんとコーネとフブちゃん、この4人でね、行ってきたんだけどね。そう、いや本当になんかね、まあフブちゃんとコーネはさ、やっぱまあ一面というか、まあ安心するメンツではあるんだけど、あのラプちゃんがね、行ったからね、ちょっと緊張してったんだよ、ミユコもさすがに。ちょっと新メンバーだよと思ってね、もうどんだけ、なんかね、おう、我が輩だ、おう、ミコ先輩か、これからよろしくな、みたいな感じで来ようかなって思ってたの、ミコは。そしたらさ、まあ、その日にミコさ、ラプちゃんとね、ディスコードしてたんだけど、ちょっと、まあなんかいろいろね、お願いすることとかもあって、ちょっとお願いしたりとかしてたんだけど、なんか会った時にさ、みこ先輩、先ほどのディスコードありがとうございました。とても嬉しかったです。よろしくお願いしましょうみたいな感じでさ、めっちゃ真面目なの。ちょっとめっちゃ真面目なんだよ、秘密結社のさ、あの総帥は。いや可愛かった、めちゃくちゃ可愛かったよ。なんかね、ちっこかった。可愛かったな、マジで。これは配信でね、生きり倒してるかと思うとね、ちょっとね、いじりたくなりましたね。ミコのいじりたい気持ちがね、上がっていきましたけどね。まあ、なんか放送でも。